しゃす、やいやいのやい。今日はですね、大型、夕方の薄毛ハゲさんが、まあ、おしゃれでかっこいい、頭頂部があんま目立たないおしゃれ坊主っていうのを、こあのバリカンの使い方ですね、ご説明させていただきます。はい。で、大型と夕方の薄毛ハゲさんって結構薄毛ハゲレベル高いんですよ。はい、高いと思います。ですのでバリカン使うとき1ミリ以下です。1ミリ以下で全体を買ってあげることをお勧めします。はい。で、そのレベル、薄毛のレベルによって1ミリを下げた方がいいケースもあります。 0.8 ミリとかもうバリカンでいっちゃったりとか、もう下手すりゃスキンとかいっちゃった方がいいケースもあると思うんですけど、まあ今回はですね、まあ、1ミリ以下、大夕方の基本的な薄毛さんは1ミリ以下で対応するといいと思います。で、バリカンの方 0.8 ミリまでだいたいありますんで、1ミリでやってみて、あれまだ目立つなこの辺っていうのがあったら、もうちょっと下げて 0.8 ミリのバリカンで全体買ってあげると、あのおしゃれでかっこいいと思います。はい。ただですね、今回はですね、ちょっとあのおしゃれでかっこいいを優先させていただきたいなと。はい。僕ももちろん薄いんですけど、まあさすがにまだ大夕ほどこの辺ツルツルテカテカってほどではないので、今回はですね、僕 1.1 ミリでいこうと思います。はい。本来であれば1ミリです。1ミリ以下をおすすめするんですけど、僕今回は 1.1 ミリで、はい、買っていきます。で、結構まだ全然枯れるんで、こうやって 1.1 ミリすごいんですよ。こうやって 1.1 ミリってどんぐらいかって言ったら結構薄いと思います。ですので大型、夕方の薄毛の人は1ミリ以下をおすすめします。はい。まずは1ミリ以下でバンバン買ってってください。この作業はもう適当にバンバン買れば OK ですので、あんまり難しいことは考えずに順番通り丁寧に、こう例えば前から行ったら前バーッと行ってもらう、こう順番隣にちゃんとこう行ってあげる。で、もちろんこうなんだろう、今はこう言ってるんですけど、この向きをこうも変えてあげるべきですね。はい。いろんな角度からバリカンを通すことで細かい毛がなくなりますので、いろんな角度でバリカンを通してあげてください。はい。このようにバンバンこうやって買ってっちゃえば、はい、大夕方の薄毛の方はまあとにかくまずは買っちゃってください。短めにベースを買っちゃってください。結構枯れてきたんじゃないですか。で、必ず向きですね、こう来てこう来てこう来てこう来たら、今度こう来てこう来てと、はい、縦横斜めってちゃんと刈ってあげると、あの非常に綺麗に刈れますね。はい。まあ大体全体的に 1.1mm で 1.1mm ですね、 1.1mm で刈りました。 1.1mm ってこのぐらいのこう長さ、まあ短さっていうんですかね。はい。でもそれでもちょっとこの辺薄いなとか、なんかあとこの辺 M 字ですねとか、まあ全体的に薄さ気になるなっていう方がいらしたら、もう 0.8 ミリです。 0.8 ミリ、今度は 0.8 ミリで買っちゃうしかないです、全体を。はい。だから今回はちょっとまあおしゃれでね、かっこいいワイルド、そこまで大夕の薄毛の方ですが、そこまで薄すぎない方ですね、なんかはこうやってこのライン、ここのラインがもう結構全てだと思うんで、ちょっと離れてみてどのぐらいライン入れようかなと。まあ2ブロック風、まあちょっと黒人さんみたいなイメージですよね。黒人の人って結構がっつり差を作ってたりとか、あ、まあスラムダンクの宮城亮太とかもかなりすごいですよね、ここの差が。ですので、まあこの色合いとかバランスを見ながらこのラインを作ってあげる。 1.1 ミリで買ったら、さらに短い 0.8 ミリとかでこうライン感をこう整えてってあげるといいと思います。まあ、ちょっとおしゃれですよね、なんかただの坊主じゃないと。あとはもちろん頭の形ですね、頭の形も意識しながら買ってあげた方がいいと思います。まあ僕なんかはわりかし頭の形悪くない方ですので、
あんまり気にならないんですけど、こうやって遠くから見ていただいてこのライン感を整えてあげる、それも重要なことです。もちろんこうやって近くから見てこう買っていくことも重要です。うん、この辺が薄いな、もうここまで行っちゃおうかみたいな感じでこうよく見ながらこう買ってってあげることをお勧めします。このライン感ですね、どこまでライン作ろうかなと、この辺の薄毛具合は大丈夫かなと、まあ、こうやってこう丁寧に、たとえ大型夕方の薄毛の方であってもちゃんと丁寧にやってあげるとかっこいいです、はっきり言って。ですので薄毛さんとかハゲの方って結構短くした方が結構絶対的にかっこよかったりしますんで、こうやって 1.1 ミリとか1ミリ以下ですね、大夕方の薄毛の人は1ミリ以下ですで買ってあげて、さらにもしちょっと微調整したいなとか、ちょっともうちょいおしゃれいきたいなっていうんだったら、この辺とかこの辺の角度ですね、どういう角度で入れていくのかっていうのをよく近くからとか、もちろん遠くから離れて見ていただいて、バランス見ながら作っていくと、まあ薄毛ハゲであっても絶対かっこよくなりますんで、薄毛さんとかハゲとかってもう坊主ショートとにかく似合うんで、積極的にやってみていただくと非常にかっこよく似合う、意外にあみんないいじゃんみたいな感じになりますんで、ぜひ参考にしてみてください。ご視聴いただきありがとうございます。やいのやい、ぜひですね、さっぱりしていい感じのデザインを作ってみてください。もちろんこの技術ってこうやって覚えたらもうずっと身につきますんで、髪の毛がどん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 濃く、めっちゃ濃くなったっていうことはないと思いますんで、まあしっかりケアすれば話はどんどん良くなりますけど、見違えるほど良くはならないと思いますので、ぜひこういう坊主のね扱い方とかも勉強になりますんで、ぜひ将来の自分のために練習しておくっていうことも参考になると思います。はい、ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、今後薄毛対策とか抜け毛対策とか、坊主かっこいい坊主の作り方とか、もっと詳しく深いことまで説明させて解説させていただきたい、皆さんのためになることを説明したい、もちろん僕も勉強してしっかり知識を蓄えた上で皆さんのためにクスッと笑えるとかでもいいと思うんですけど、何か得になることを、ご提案させていただきますので、ぜひチャンネル登録ですね押していただいて、今後もご視聴いただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。やいのやい、やい、ありがとうございます。